のまいまるです。はい、嘘です、ごめんなさい。はい、こんばんは、スーパーハイレグ女子のまついちゃんです。はい、今日はうまるちゃんのコスプレをしてみました。あの地毛だしね、中身ちょっと T シャツ、白い T シャツ、ハイレグ T シャツにしてみたんで、ちょっとねイベントだったらめちゃくちゃまた怒られるやつなんですけど、はいはい、ということで今日のはい、このチャンネルでは私の好きなチョコレートを食べながら私の好きな食べ、本のお話をするというチャンネルです。エビデンスはありません。楽して生きていきたい、働きたくない、みんな再生してください、よろしくお願いします。はい、で使用用としましては、こんなダメダメダメ人間を、反面教師として使っていただけると嬉しいです、よろしくお願いします。はい、ということでね、今日のチョコレートはじゃーん、パイの実です。ロッテパイの実です。やっぱロッテさんってさ、いろんなチョコレートっていうかチョコレート菓子をねいっぱい出してますよね、うん、美味しいよね。なんか限定っぽい、本当はさ、うまるちゃんだからさ、ポテチとコーラにしようと思ったんだけど、の私のチャンネルなんでチョコにしました、すいません。でしかもコーラもなかったから、ただの炭酸水です、すいません。原材料名、小麦粉、マーガリン、砂糖、植物油脂。あ、でも次にカカオマスが来ますね。あのチョコレートではないんですけど、チョコレート菓子として私がすごく好きなので、はい、買ってきちゃいました。はい、おすすめです。あの日本一のチョコレート、ジャパニーズナンバーワントリーチョコレートトリートカンパニー、ロッテの商品でございます。はいはい、ということで今日はせっかくなんでね、コスプレできるものはね、ちょっとあのウィッグはちょっとボサボサだったし、買い直すお金もなかったんでちょっと言えないんですけど、はい、今日はうまるちゃんです。では「ひもとうまるちゃん」っていう作品を今日は紹介します。漫画もあって、漫画は全13巻完結していて、アニメが結構有名ですね、可愛かったので。で、アニメが「ツークール、うまる、ひもとうまるちゃん」と「ひもとうまるちゃん R」をやって、1212ツークールと OVA 2話の24+2は26話やっておりましたね。で、どんな作品かと言いますと、妹、完璧な女子高生、うまるちゃんは家に帰ると家でぐうたらしたいっていう妹なんですね。で、お兄ちゃんと一緒に暮らしておりまして、そのね、ぐだぐだする日常とお兄ちゃん大好きという、なんかほんわかする話ですね。はい、うまるちゃんとエビナちゃんと、キリエちゃん、あ、キリエちゃんもね、お兄ちゃんがいて、それもその兄弟もほんわか面白くて、あとね、シルフィンが可愛い。はい、で、まあ、やっぱり、推しキャラはやっぱりうまるちゃんがすごく好きでしたね。うまるちゃんめっちゃ好きだったね。私もあの高校生の時はアニメ好きとか漫画好きとか人に言えなかったんで、あんな感じでした。そうです、ごめんなさい、ただの陰キャでした。ただの陰キャで喋んなくて、家帰ってからずっとアニメと漫画見てるだけで、あの人に言ってなかっただけで全然勉強もできなかったから、あのダメな人間でしたね、うん、あの高校生の時からダメな人間でした。はいという話は置いといて、で推しキャラは私はうまるちゃんかなと思って、うん、このアニメやっぱりそのほんわかした兄弟愛とかを楽しめるのもすごい魅力なんですけど、私としての楽しみ方はなんかうまるちゃんめっちゃ面白い、私がすごい勉強になったなって思うのは、なんか人が来た時とかさ、家汚いとやばいやばい、とりあえずクローゼットに突っ込んだけみたいななること皆さんありませんか？私はちなみにすごくあります。ですごいクローゼットに押し込んどけっていう感じなんだけど、クローゼットにもやっぱ限界があるじゃないですか。しかもクローゼットってね、開けてね、無理くり閉めなきゃいけなくなっちゃったりするじゃないですか。そんな時に
そんな時にですよ、お風呂場を使えばいいっていうのをね学ばせてもらいました。あとね、お風呂でお菓子を食べる城を作ったりね、まあ、なんかそういうことを学ばせてもらえるすごい楽しいアニメかなって思います。で、アニメ全部見た、まあ、何が言いたいかっていうと、やっぱみんな仲良し、みんな楽しいみたいな感じでしたね、うん。で、まあ、お兄ちゃんは、まあ、たまに怒って厳しいけど、それともやっぱり優しいし、うん、いい面白いアニメだったなって私は個人的に思ってます。はい。で、あ、そうだね、最近始めたこと、コスプレイヤーといえばオフパコ、まあ、ちなみに言うけど、オフパコ、オフパコ確率は私が4年間コスプレして1回もないし、200回ぐらいコスプレしてて1回もないんで、とりあえずね 1% 未満ですね。コスプレイヤーオフパコできる確率 1% 未満だけど、そうやって 1% 未満だから諦めるのか、そんなことはない。 1% 未満でもねできる可能性を目指して頑張りましょうということで、うまるちゃんも結構みんなねコスプレしてる女の子多いなって私は思っていて、で私ももちろんしていて、でまあまあみんながどういう考えか分かんないから、まあ私がオフパコしたい人の話をしますまあなんでうまるちゃん好きかって、でやっぱね、私お兄ちゃんめっちゃ欲しかったんですよね。お兄ちゃん欲しかった。お兄ちゃん欲しかったな。お兄ちゃんかお姉ちゃんがずっと欲しかったですね。自分が長女で、なんかいとことかも全員年下だからだけど、うん、お兄ちゃん欲しかったです。しかも、たい平さんは、頭が良くて、頭のいい、博識ででも料理もできるっていう、もう妹思いのめちゃくちゃいいお兄ちゃんなんですよ。でまあね、やっぱりね、だからこそ同期からも人気があって、うん、っていうキャラクターなんで、やっぱり博識なお兄ちゃん欲しい、うん、博識なお兄ちゃんが欲しいなって私も思うんで、博識なお兄ちゃんアピールをすればいいんじゃないでしょうか、うん、ね。まあいきなりお兄ちゃんって言われてもさ、お兄ちゃんになんてなれないしって思う人いっぱいいると思うんですけども、まあなんだろうな、私あんまり人と喋んないからなんとも言えないんですけど、私撮影会で喋る人って、まあ、大体私よりお兄ちゃんのことが、お兄さんのことが多くて、でやっぱりね、博識な方だと、あ、やっぱり素敵だなって思うことがすごく多いです。すごい楽しかった撮影会の思い出は、あ、やっぱりね、みんなカメラするから、私も一応カメラもするんですけれども、なんかカメラの性能の違いとか、ソフトの最近の傾向とかを教えてもらえるとすごい嬉しいなって思います。やっぱりピント、フォーカス、オートフォーカス、私もオートフォーカスで撮影するんですけど、オートフォーカスで、ピントが合うのが、まあ大体はね、昔は顔に合わせてたんですけど、今ソニーのね新しいカメラとかは瞳フォーカスで、瞳にしっかり合わせて、でそれで、瞳がちゃんと映ってて、まあ、顔ぶれてたりするんですけどまあ、ね、でもって言っても、まあ、なんだろう、瞳にフォーカス当てることでより綺麗に、やっぱコスプレってね、目を強調して撮るっていうのが一応なんかねルールっぽいです。なんで、うん、そういうカメラの傾向を、まあ、教えていただけたり、そういう話をね、でそれで実際使ってみてとかのね、そういうのも教えていただけたりとかも楽しいし、あのね最近一番楽しかったなって思った撮影会のは、ロケットのお話を教えてもらえて嬉しかったですね。飛行機ってこのピューンってさ、ジェットだけど、最後の飛んでる時はさ、何にもしてないじゃないですか。冬ライト兄弟ライト兄弟はい、という感じなんですけど、まあ、すごいざっくり説明すると、飛行機はそんな感じで、でもね、ロケットっていうのはさ、下町ロケットとかでもやったように水素爆発によって、飛んでるわけですね。でその原理とかを、しかもなんかあんまり理解してないからちゃんと説明できないけど、そういうのとかを教えてもらえる、やっぱり博識な方ってかっこいいじゃないですか。博識なお兄さんってやっぱりかっこいいから、僕は博識お兄さんですっていうアピールをしていけば、うん、オフパコできるかもしれんと思いました。まあいきなりはできないけど、やっぱ博識お兄さんの方がね、かっこいいってみんななるし、うん、ね、モテる、かっこいいってなるってことは、オフパコもつながるかもしれないっていうことですね。あとね、さっき言ってたオープニングの歌を一緒に歌えばね、楽しいんじゃないでしょうかね。はい、そんな感じですかね。あ、またいろいろ怒られそうなんですけど、はい
はい、という感じです。あれでね、 UMR、 UMR、 U じゃないよ、うまる、 UMR、 UMR、 U じゃないよ、うまる、はい、あー、心配、はい、はい、今晩も見てくださって、この今晩もこの動画も最後まで見てくださってありがとうございました。それではまた明日。だらくだらくだらく、だらくだらくだらく。